匹のメスが産んだ幼虫の数がいるっていう状態。あ、でも見て見て見て、ほら割り出しならではのテンションの上がり方。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがかんざし健くんです。いや、具志堅ですよ。だからかんざし健って女の子がつけるやつじゃないんだから。おい、覚醒するんか。青の化け物に。いや、やめろ、青に化け物いないわ。やっちゃったな。そう、グシがだからこの櫛と勘違いして、なんか刺すっていう場所だけ覚えてて、で、そしてかんざしもうグシとシが合ってるから、かんざとクを間違えちゃった。グーをかんざとグー。あー、もう運が入ってんの。そう、かんざしにも入ってるし、具志堅の C も入ってるし、やっちゃってるわ。女の子が髪をまとめるときに刺すのが具志堅。かんざし。あれ、かんざしか。俺刺さってもしょうがないでしょ。そうか、まあ、いろんな可愛らしいやつで専門店とかもあるのが具志堅専門。かんざし。あ、かんざしか。あれもむずいな。具志堅専門店潰れちゃうよ。あ、そうか。オープンと同時に。いや、そんなことないよ。この間紙袋に入ってる具志堅見かけたけど。いや、専門店から買い物してる人いないわ。違うのかな。え、この間ビバリーヒルズ出てたのがかんざし。具志堅。あれ具志堅なんだ。うん、ラジオに出たのは。あ、そうなん。春組織のかんざしじゃないの。いや、春組織の具志堅。あ、具志堅なんだ。なんか改名してやろうか。じゃあ、いやいや、そう、老人形みたいに言うなよ。かんざしと新垣シックスで。新垣シックスで相方。新垣としか呼ばれないし。誰も知らないから。いや、でも喜んでくれてたよ、視聴者の方も。ビバリーヒルズラジオ聞いたっていうのを、ね、結構でかいラジオにコメントで書いてたね。そう、嬉しかったって言ってくれてたんで、いや、それも嬉しいですね。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。本当にじゃなくてっていうわけでもなくて。じゃなくてっていうほどじゃないんだけどさ。いや、俺の具志堅か。そうだ、名前がな、ちょっとまあ漢字が苦手だから俺そもそもが、うん、そう、こっち側の話になっちゃって申し訳ないけど、何百回と教えてますけれど、なんか何千回言わないといけないんだろうね。いや、それさ、あなたが言うことじゃない。あなたで、俺の奥さんじゃないんだから。はい、続けて。いやいや。まあ確かにね、俺が言える、開き直ってる。ああ、人が言うことじゃないね。確かにな、なんか開き直っ、なんかそうね、良くないかも。いや、でも覚えたい。具志堅の具は、でもなんとなく覚えたんだよ。で、具志堅の詩もなんとなく覚えて、具志堅の剣だけね、何も入ってこない。なんでだよ、うん、一番ひねってるの。教えてるんだよ。それだけちょっと教えてもらって、剣だけ難しいから、うん、かつみんなの、うん、目に留まるものがあるんですよ。あ、そう、みんなが知ってる。あ、そうだ、え、思い出したんだけど、言っていい？片揚げポテトの、おぉ、ポテトだ。いや、型だろうよ。具志堅の剣って片揚げポテトの型なの。いや、そうだろ。具志ポテトだから、それだと。あ、そうか。なんでポテトって書いて、剣って読むんだよ。うっかりだ。おい、大丈夫か。やっちゃった。すいません、皆さん。大丈夫この人。あれ、なんか、怖いんだけど。拳が、光ってる。怖いし、それも。おう、いい、おう、一緒に出てても右手じゃないかい。ということで、具志堅と、まあ、神会が始まってしまいましたが、いや、わかんないよ、神会。手応えがすごいですね。あ、この横、ありがとうございます。いや、今押したかもわかんない。ということで、今日もやっていきますが、非常に楽しみ、楽しみというか、ようやく動画にできるっていう感じです。でもやっぱこの時期は、やっぱこの種類がきっかけで僕のチャンネルに行き着いてくださる方っていうのもすごい多いんで、うん、できるだけ動画にしたいっていうのがあって、うん、なんとか粘ってようやく動画にできるって感じです。はい、何だと思います？種類、始まりといえばというか、このクワガタカブトムシの王道、ヘクソドン。いや、王道なわけないだろ。ヘクソドン、ゴキブリのようなカブトムシ、マダガスカル特有のカブトムシ。すごっ。あの、俺がまだピンセットでしか触れてないあいつもね、ちょっと楽しみにしてる方もいらっしゃるし、僕も動画にしたいんであれなんですけど、うん、でもまあ一応オスもメスも星になっちゃって、で、産卵セット自体放置してるって感じ。まだそう、だから幼虫が側面から出てきたら動画にしたいなっていうところにはなってるんだけど、ヘクソドンは、うんうんうん、そう、まあ、気になる方はぜひね、ゴキブリのようなカブトムシみたいなサムネイルがあるんで、うん、それ見てください。ぜひ愛着は湧きつつあるから、その楽しかったし、動画撮っててね。そう、ただそれとは違う。そんなわけないじゃん、王道なわけないでしょ。
ヘクソドン買っちゃったんだけどどうやって買うのかしらで調べる人いないから。ヘクソドン買ってる人もまあまあ買ってるから、多分いろんな種類とか。この夏、うん、腰を据えて正面から取り掛かっていくのがヘクソドン。いや違うよ、違うって、そういう感じじゃないから。ヘクソドン単押しの人いないから多分。すごいけどね、気になるけどね、ヘクソドン1000匹とか飼育してる人いたら。あーすごいわそれ。気にはなるけど、うん、好きすぎるんだってヘクソドンのこと。そう、分かるけど気持ちは。いや違います。ホームセンターとかでも見かける、この時期になると。あーっていう種類、うん、当てちゃってよ。レッドローチみたいな。いやレッドローチはゴキブリだろ、そっちに流れてってるから。レッドローチ、レッドローチって呼ばれてる、まあ餌用に販売されてたりするゴキブリね。うん、俺ん家にいないから。いないか、うん、やめてよ。俺、まあやめてよっていうほどじゃないけど苦手だから俺ゴキブリ、うん、不思議な話だけどねって言われるけど、やっぱもうその害虫のゴキブリのその思い出が強いから、うん、やっぱちょっとゴキブリは苦手、申し訳ない。いやレッドローチ買ったんだけど飼育方法わかんないから YouTube 調べようかしらっていう人いないから。もうレッドローチ買う人はもう大体もう爬虫類とか飼ってるから。あーそうか、すでに、うん、上級者的な。そうそうそう、もう餌として買う方が多いからね、うん、レッドローチは、うんうん、むずいな。むずくないだろ、ちょっと声高らかに言っちゃったけど今反射的に。最後よ具志堅、ホームセンターでも見かける、うん、まあ王様、日本のカブトムシの王様です。カブトムシ当てに来るんかい、当たるんかい。おお、いやいや、おおじゃないよ。すごっ、急ハンドル、ビビるって。当たりました、めちゃくちゃ当たってるって。おお、おおじゃなくて当たるでしょそりゃ。当たった。エクソドン知ってるやつ当てるって多分。分かんないけど、いや素晴らしい。でも国産カブトです。おお、はい、やっぱもうこの時期といえば国産カブト、ホームセンターとかでも見かけるし、なんならイトーヨーカドーとかにもいたりするから。へえー、そう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 、そういうやっぱもうそこでとか、まあ捕まえてきてとかで結構僕のチャンネルに行き着いてくださる方もすごい多くて、うん、でまあそこから繁殖ちょっとチャレンジしてみましたとかいう嬉しい声とかもねあったりするんだけど、やっぱそういうのもあるんで、夏はしかも昼動画とかねもあるんで、まあちょっと夏は国産カブトとかも動画にできたらなっていうところで、やっぱまあ言っても人気、うんうん、かっこいいしっていうところで、まあ僕は結構一足先に産卵セット実はもう組み終えてたりしたんですよ今年に関しては、うんうん、ちょっと12月とか結構早めに羽化してきちゃったんで、そうちょっと異常というかね、まあ異常事態みたいな感じで動画にしてるんですけど、羽化掘り出しの動画も。だからまあ飼育下において起こる現象というか、一足先に羽化してきてみたいな。で春先に産卵、春先っていうか冬か、冬に産卵セット組んでて、まあこれより前にね多分具志堅だったかな、動画にもしてるんですけど、それと同じタイミングで産卵セット組んだ子、それがね今5月の下旬なんですけど、12月の中旬ぐらいに産卵セット組んだ子、うんうん、で、放置して、まあ、メス欲しいなったんでそこをまあ取り出してとかで放置してバッとひっくり返したかったんですけど、ちょっとそうはいかない、さすがにやっぱ半年も経ってる間ずっと放置しちゃうともう餌食べる場所もないしとか、うん、幼虫も傷つけ合っちゃったりする可能性も出てくるんで、さすがにそれはできなかったんで何回かもう待っと交換はしてます、うん、ただその幼虫が何匹いるかとか確認はせず、とりあえずもう足して足してみたいな。でだからまあ一応割り出しとさせてもらってるって感じかな。うんうん、そうだから、1匹のメスが産んだ幼虫の数がいるっていう状態ですね、うんうん、そうだからまあ一旦出しましょう今回、割り出す子こちらです。はいはい、こちらですね。いや逆逆か、当てたんか、叩いただろ一回。あごめんなさい、こっちでした、はい、こちらですね、このいわゆるクリアスライダーの大きいサイズかな、うんうん、まあ、いわゆる虫かごの大きいサイズに1匹メスを入れて、交尾済んだメスを入れてって感じなんですけど、うん、幼虫は見えないね今。でも結構いた、そのちょっとマット交換するときにやっぱ出てきちゃったりはしたから何匹かは確認できてて、うん、でこういう感じです、状態的には。ちなみにこれ赤目のカブトムシなんですけど、そうこれがね12月に産卵セット組んで3月に一回結局もうマット交換しました。3月、そうだから3月に、だからこっから12月に産卵セット組んで、まあ、12月の下旬あたりかなに、メスが欲しいになったんですけど、そっから、まあ、1ヶ月ぐらい、経ったらまあ幼虫が見えてきてみたいな。でそっからまあ大きくなるまで放置したかったんですけど、もう3月になった時はもうマットが糞だらけになってて、うん、そこで動画撮れればまだよかったんですけど、ちょっと撮るタイミングなかったんでマットを足して、で粘って結局4月も動画撮るタイミングなくだったんで、4月もマット交換しました。1月1ヶ月ちょいかな、1ヶ月半ぐらい、うんうん、
だったら結構フン増えてきてたんでマット交換して、その1ヶ月後って感じ、うん、だからもうどっちにしろもうマット交換した方がいいかなってタイミングでようやく取れましたって感じですね。うん、動画的には、うんうん、はい、なんでここでようやくその幼虫が何匹いるかっていうのをチェックできるんで、うん、目標言わせてもらいます。うん、もうちょっと多少見てるから幼虫の数とか、うん、ボロボロって出てきたから結構いるんじゃないかなとは思うけど、うん、とはいえ、うん、そんなに数はね、うん、まあね、なんて言うんだろう、まあ、あんまり目標でっかくっていうよりはやっぱ目標は超えていって、こう、あ、目標超えたらよかったねって視聴者の方にもなってもらえたら嬉しいかなと思うんで、うん、若干すいません低く見積もらせてもらいます、うん、5億です。いや多いな、ベストジュエリー賞授賞式で出てくる宝石の値段か。確かに確かに高いな、女優さんが身につけてるやつか、知らんけども。いや、そう、最後やめろ、中和剤みたいなやつ知らんけども確かに、でもちょっとそれは多いね、さすがに5億は無理ですよ。あ、そうね、うん、確かに多すぎるか。まあ20匹かな。うわ、でも多いな、うん、でも多分なんか1ヶ月ちょっとでマットが結構フンが目立つっていうことは20匹ぐらいなのかなっていう印象、うんうん、僕の中で、うんうんうん、なんかここより上だったらすごい嬉しい誤算かもねっていうところになるんで、もう一瞬だと思うんで、早速掘り返していきましょうか。はい、はい、じゃあ掘り返す前に一度青くならさせていただきます。ああ、宇宙天地よがり教幸福群馬号来諸行、我が左手に込められし青き細胞たちを今こそ目を覚ますのだ。はい、いや右手の方かい。うわ、逆出した、すいません。あ、高評価ありがとうございます。いや、なんで間違えて出した瞬間に押す方がいるんだよすいません、逆になっちゃいましたけど、これで右手につけるんですね、まあ、うん、そう、右手についちゃいました。だからこれで掘り返してちょっと幼虫チェックしていくんで、はい、早速いきましょうか。じゃあちょっと開けた瞬間からやばいかもしれないんで、はい、幼虫が上がってる可能性もあるんで、いきましょう。はい、うわ、すごい数のフンです。いえいえ、まあ幼虫かと思った、うん、あ、でも見て見て見て、ほら、ここちょっと、わかる、動いてるの、ほら、ほら、おお、わかるかな、映像でわかってるかな、こことか、おお、ほら、もう幼虫の鼓動が、だからもう上の方まで来てるからね、多分下にも幼虫がいてっていう感じだと思うんで、スペースをこう結構奪い合ってるというか、ギリギリの状態だから上まで来てるのかもしれない。期待できます、フンだらけ、これは、うん、いそうな、そう、1ヶ月ちょっとでこんななっちゃうんで、じゃあちょっともうひっくり返していきますんで、一瞬です。さあ、いきます。はい、はい、早速、でかっ、はい、大盛り、だいぶ立派に、ほら、おお、おお、すごいすごいすごい、おお、はい、来ました、すごかったね、でかっ、ほら、もうめちゃくちゃ立派になってるでしょ。まあ言っても6ヶ月ぐらい経ってるから、うんうん、すごい立派です。うわー、すごい、俺が中学校の駐輪場の腐葉土の山で見つけた幼虫たちと同じぐらいだ、サイズが。そんなになんだ。牛乳パックさ、何個かもらって、給食で出た、うん、牛乳パックの上の部分切って洗って、うん、牛乳パックに幼虫うわー入れて、うん、持って帰ったりしてた。そう、懐かしいな。そんな、こんなでかかったんですか。あ、でもでかかった、もうなんかゴールデンウィーク明けとかかなぐらいにはこんぐらい立派な。そう、すごいね、やっぱ結構いるんじゃない。数えて、こっちに置いて数えていきましょうか。ちなみに今のも TikTok に行くと思います。 TikTok もよかったらフォローしてください。フォロワーの方増えたらテンション上がるんで。もう3匹、こうサイズ感が違うけど、やっぱこの子たちは多分メスだね。こう確認すれば分かるんだけど、あ、でもメスですね。もうサイズが違う、一回りやっぱオスの方がでかい。これとかオス、オスだね。もう半年も経つとちょっとサイズ感が一回りちっちゃくなる。おー、すごい、結構いたな、20以上いるんじゃん。はいはいはい、やっぱテンション上がるね、このひっくり返した時の瞬間。俺も何匹いるかは把握してなかったわけだから、ゾロゾロ出てきた時、やっぱこう割り出しならではのテンションの上がり方、何匹いるか分かんない状態からたくさん出てくるこう高揚感みたいなのはやっぱ感じるね。確かに、うん、でもなんかすごいちゃんと成長するイメージですね。
そう、やっぱ国産カブトは強いね。へえ、すごいぞ。ちゃんと食って、うん、ちゃんと育つみたいな。そうそうそう、繁殖力も、まあ日本にいる種類だから日本の感じに一番合ってるのかもしれないけど、やっぱこの国産カブト系って日本以外にもいるんだけどさ、外国にもいる。そうそう、同じような種類のやつが、やっぱそういう子たちも繁殖力すごいから似てるんだろうね、そういう性質というか。あ、でもこんな感じかな。うわ、すごい量だね。結果こんだけいました。ちょっと数えてみましょうか。1、2、3、1、2、3、1、2、3、3の次って、いや、なんかアップしてんのが掛け声だ。1、2、3、1、2、1、1、2、1、2、1、1、2、1、1、2、1、1、2。野球部特有の声出し。あれ懐かしいね。うん、はい、ということでいっぱいいました。いや、数えろや。せっかくだったら。ごめんごめん、数えましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、24と達成。達成者多いな。いや、いたいた。いや、よかったよかった。結構いましたね。24か。だから8匹ずつでちょっとケースに分けて多頭飼育しとこうかなと思います。へー、うん、10匹で基本管理してるんですけど、僕10匹とか12匹で管理してると、まあ大体2ヶ月半ぐらいかな、2ヶ月から2ヶ月半ぐらいでマットが糞だらけになるんで、交換してるイメージかな、印象は。うんうんうん、そう、だから8匹だと3ヶ月ぐらい持つかなっていうのなんで、ちょっと8匹で今回はやってみようと思います。なんで、こっからマットをお引越しするんで、うん、結果24匹多頭飼育するケース出しましょう。こちらです。はい、はい、ということでこちら同じケースを、だからこの3つこの3つで、分けていきます。うん、で、新しい土も一緒に出させてもらいました。これはショップ MD というところのカブトマットプロ EX です。これを、入れていきましょうか。なんでまず、まあ、綺麗な方からやろうか。これでまずこの馴染みのある土を、はい、まあ、3分の1ぐらいかな入れて、やっぱこれここに幼虫と仲良くやってたバクテリアっていうのが存在するんで、はい、これがあった方がやっぱいいらしい。それをその中に今8匹入れていきましょう。こういう感じで。これ今半年ぐらいですか、卵。もうそうね、だから、まあ5ヶ月ぐらいかな、幼虫になってから。うん、1、2、3、4、5、6、7、8と、はい、こういう感じで入れて、この中に新しい土を、残りは新しい土を入れるって感じ。こんな感じ。あ、結構一袋入るか。いや、3袋必要ですね。こう、はい、だから一袋分さ入れて、今さっき見て糞だらけ。そうそうそう、だから単純に言ったら1ヶ月半でさっきの土の状態になってたから、うん、それの3分の1ぐらいのペースになるってことになるから、うん、8匹だから、まあ3ヶ月ちょいかなで踏んだらけになると思う。これをもう同じようにやっていきます。はい、多頭飼育でもやってみてるんですけど、多頭飼育だとやっぱこれ結構この、僕が使ってるやつマット、このカブトマットプロ EX とかハワイアンビートルの J0102 とかは、うん、発酵をそのしづらいようにしっかりこう熟成させてというか、しっかりこう製造の状態で発酵させていい状態のマットにしてるんで、そういう再発酵っていう熱を帯びちゃうみたいな、うん、蒸されるみたいなことが少ないマットなんだけど、やっぱ大量にまとめちゃうと、その衣装ケースとかでやっぱ発酵したりすることはあったの。だからマットの量とかによっては発酵しちゃうというか、からやっぱ多頭飼育も虫かごぐらいのサイズ感がいいかも、が一番管理はしやすいかもね。これ赤目、赤目ですもん。うん、赤目なの、なんで赤目なの。まあそれもね、アルビノみたいな感じ、もともと表に出ないはずの遺伝子が表に出てくる現象みたいな感じなんだけど、その色素、色素の部分の色、メラニン色素っていうのがまあちょっと
なんて言えばいいんだろう、メラニン色素みたいなのが普通の状態よりも劣ってる状態みたいな感じのやつをアルビノっていうのかな、感覚で言うと。そう、それでまあそれに近い感じ、基本白目もアルビノって言われるんだけど、赤目もそういう状態に近いと思う。そう、だからもうそれも12月とか過去の動画で赤目のカブトムシも浮かしてきてるんで、すごいかっこいいからぜひ見てください。そう、だから赤目のカブトムシというか、まあ、アルビノはアルビノで言っても2万分の1とかの確率で自然界だと現れる現象だから、すごい貴重な子にはなるかな。そう、好みとかは出てくるけど、それがまあ赤目同士のお父さんお母さんってなると、オスメスってなるともう子供も赤目になるから、そういう楽しみ方も、その赤目を固定させるみたいな。でちょっと土をもう一個出しましょう。まあ、タイミングが合えばね、そのカブトムシの産卵セットも夏にあげたいですけどね。簡単な、まあ基本もこういう土を買って、こういう土をまあ入れて固めれば産んでくれるんで、特に国産カブトとかは。すごいな、このケースもすごいですね。あんまり見ないかもしれないです。ああ、うちではあんま使ってないね。そう、もうこれよりでかいやつを使いがちだから俺は、うん、でも一般的にはこれ。まあこういうケースもやっぱちょっといい値段したりするから、それの代用できるようなケースとか使ってる人もいたりする。これよりちょっとちっちゃめのケースとちょっと大きめのケース、僕使いがちなんで、この部屋ぐらいかな、こういうケース使ってるの。こういう感じで後ろのやつとかもそうだけど、そう、だからちょっと中型ぐらいの種類とかこれに入れて、もうこの中で余生過ごしてもらいつつ、幼虫になったのを取り出すとかやってるかな。そう、卵で取り出した方が数たくさん取れたりとかいう傾向はあるんですけど、やっぱ数も飼育してる数も多いんで、そう、幼虫で取り出すというか一時放置できるような環境にするためにこのサイズ感にしてるかな、この家は。中型ぐらいの子が多いから、基本はこれよりちょっとちっちゃいケースの方がでも問題ないんだけど、ちょっと大きめにして、まあ、たくさん卵を産んでも幼虫同士が極力傷つけづらい環境にっていうので、これに一応してみてます僕は。ということで終了です。はい、結果24匹で、まあ、3ケースに分けて今回はちょっと管理させてもらうんで、どうだろう、マット交換とかだから今の感じがマット交換の主流な感じですかね、僕の感覚、僕ん家では。あとはもうほんと半分ぐらい糞を取り除いて、上っ面をそこに上から半分また新しい土入れるっていう人もいたりするし、まあ、そこはちょっと好みの部分もあるかもしれないですけど、今のが割り出しも込みだけど、基本的にちょっとマット交換の作業に近い動画になったかもしれないです。はい、まあよかったら参考にしてみてください。なんですけど、まあ具試験はどうでした？いや、そうです、今の作業がなんかまあすごいシンプルな、あの幼虫もでっかかったんで、そうね、やっぱ迫力あっていいよね。はい、あの、なんていうんですか、あのな、あれ何でしたっけ、つまむやつ、あ、シリコン製のピンセット、あれ使う時ってちょっとまあ慎重になりがちというか、まあね、ちっちゃい子はあんだけでかいとすごい作業もスムーズ で、うんうん、でなんかカブトムシっていう種類が、なんか本当に放置してても順調に育つ、さっきも言ってましたけど、順調に育つみたいなイメージがめっちゃあって、そうね、でこれがしかも普通のもいれば、今みたいな赤目のカブトムシもいるっていうのが、こう成虫になった時はすごい楽しそうだなというか、初心者でもできそうな種類なのかなって思いました。そうね、やっぱカブトムシもいろんな種類いたりするし、あとね、カブトムシが多頭飼育しやすい、僕なりの見解にはなるんですけど、多頭飼育しやすい理由として、普通一般的にサナギって横に作る、あのヘラクレスとか人工輸出移す時横に作ってるじゃん、横に倒れてたりとかなんだけど、国産カブトとかのこういう系統のカブトムシ縦にサナギの部屋を作るから、サナギになる時のスペースがあんまりいらないというか、普通の子って横に作るから、作るんだけど、国産カブトの場合縦に作るから、普通の種類の単純に2分の1ぐらいのスペースでいいから、多頭飼育してもうまいことこう縦にポンポンポンって作ってくれたりもするかな。でもまあ多頭飼育もメリットデメリットあるんで、まあ一概には言えないけど、そういうのもあって多頭飼育しやすい種類ではあるかもしれない。まあまず繁殖とかやってみたことなくてやってみたい方とか、まあ国産カブトから始めるのも全然ありだと思うんで、はい、よかったら見かけたら購入も検討してみてください。そんな感じで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。